こんにちは、美容科クリニックの岩間美幸です。今日は鼻の黒ずみの原因とその治療法についてご紹介したいと思います。鼻の黒ずみというのは大きく分けて原因が3つあります。一つが皮脂腺が詰まってしまう、角質として油の分泌されたものと皮膚の角質とが詰まってしまう。でそこに酸化、こう太陽の紫外線ですとか日々の生活の中でその皮脂が酸化してしまうことで黒く見えるのが1点です。で2点目が顔の産毛がですね、ちょっと目立つ方はこの毛穴という名の通り毛のある穴なので毛が存在する限りはそこは黒くしかも広がって見えます。でその産毛が原因の方が2点目で、3点目がちょっとゴシゴシですね、その角栓とかちょっと鼻の毛穴が気になってゴシ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 しすぎるとそこに色素沈着が起こってしまって逆により黒ずみが目立つ原因となってしまう。この3つが挙げられるかなと思います。まず1つ目の角栓とかその酸化ですよね、皮脂の酸化を抑制したりする方法ですが、まず物理的にこう毛穴が詰まってしまっているものを取る、美容施術としてはピーリングやハイドラフェンシャル、こういったものが有効かと思います。またお家ではちょっとゴシゴシしすぎは注意なので週に2回程度また優しくやっていただきたいという注意点はあるのですが、このゼオスキンのポリッシュかなり取れます。かなりそうですね、症例でもお示しの通りちょっと黒ずみとかはつるっとした感じで結構癖にはなります。ただこすりすぎると3点目のその色素沈着につながってしまうのであくまでも優しく回数も少なめにこの注意点だけはお守りいただいた上で使うととても優秀な製品だと思います。またこの酸化、その油の分泌を抑制する方法とあとこの紫外線などそういうので酸化してしまうのを抑制する方法ですが、皮脂の分泌を抑制するのはビタミン C の飲み薬、眠り薬、また B も結構効きますね。あとアジライン酸ですね、ここら辺の塗り薬が皮脂の分泌抑制に有効かと思います。また黒ずみですね、黒ずみを酸化させないための方法としては紫外線の対策はもう本当に大事、絶対に紫外線対策を行ってください。それとやっぱり酸化を抑制するのはビタミン C の塗り薬かなり優秀かなと思うのでここら辺もスキンケアで追加していただければなと思います。2点目の顔の産毛ですけれども、これはもう顔脱毛一択ですね、なので顔脱毛をちょっと産毛が目立つなって方はまずは最初は顔脱毛の治療から始めていただくといいかなと思います。で3点目のもうすでに結構ゴシゴシしてしまって色素沈着しちゃうよっていう方に関してはピコトーニングですとかあとはハイドロキノン、あとはシステラ、そういった美白剤を使うこともとても効果あると思います。で美白という意味でもビタミン C の塗り薬と飲み薬ですね、これは皮脂の分泌の抑制や酸化予防、またその美白作用もあるのでここら辺は毎日入れていただけるととてもいいんじゃないかなと思います。この動画が参考になった方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。